はい、はい、お願いします。ちょっと笑って出てないけど大丈夫？はい、大丈夫、はい。この ISO 管理ソフトすごく気になられているようですけど、どの点気になられてますか？まず1点はですね、文章の方の、管理がやりやすくなったというのが1点あります。PC 管理できますので、共有にですね、違う場所の、作業員なんかともですね、共有できるという部分も本当に気に入っておりますし、今までの管理ソフト、管理の文書なんかでいきますと、机の上なんか もう汚くなってたんですけども、これを入れることによって机の上もきれいになりました。ISO1 ヶ月というすごい短い期間で取得ができましたけど、はい、そのあたりはどういうふうにこのソフトは影響されていると思われますか？その部分でもですね、PC でみんなの中でですね、やらなあかんことなんかも共有できますし、一つ一つの文書の作成であったりですね、文書の変更なんかもですね、各自担当を決めた中でですね、共有者の中でできたというところが、まあ、一つの早い、認証につながったのかなというところと、あと確認事項なんかもですね、メールなんかで送ってくれますので、確認忘れがないとかですね、そういうのも、すごい助かりました。ということはプロジェクト管理がスムーズできて、コミュニケーションとか数確認とかそういうところが非常にメリットがあったってことですね。はい、そうですね。とマニュアルがないっていうのはどう思われますか？マニュアルがないというのは一つ、まあすごい文書管理の中で大丈夫なのかなというのがあったんですけども、このソフトの、まあ、ページの中でですね、まあ、全て そのマニュアルと呼ばれるものが網羅されているのかなというところはすごい使ってみて実感できましたし、あと本当にそのマニュアルという形でどんどん更新であったりですね、そういう変更なんかもこのソフトではいりませんし、あともう一つやっぱ読み直さなあかんとかですね、読んで覚えていただくとかいうところもありませんので、これを使っている中でですね、実行していくのがまあマニュアルになっているんじゃないかなというふうに思います。なるほど。全体でマニュアルになってて、マニュアルがないんじゃないかって誰がどうするかとかでも、はい、それは明確にそのソフトの中に収まってるっていうところが良かったってことですね。はいはいはい、最後にこれを導入したい方にですね、向けて一言だけお願いします。はい、ですね、これを導入して本当に僕ら その ISO の管理の方も、すごいスムーズになりましたので、もしですね、今 ISO の管理に困っているような業者さんがおるんであればですね、これだけ ISO 管理ソフトの方、導入したらいかがかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。